韓国男性グループ、ビッグバンのトップ側が M ネット、ラブキャッチャーマイナスに出身のキム・ガビンとの熱愛疑惑に対する立場を発表した。ビッグバンの所属事務所 YG エンターテインメントは、20日に、アーティストの私生活については確認が難しい。ご理解いただけると幸いだと話した。最近オンラインでトップとキム・ガビンの熱愛疑惑が浮上していた。また中国のシナ.comは、キム・ガビンがインスタグラムに載せた後削除した写真を証拠に、トップとキム・ガビンが熱愛中だと報道した。キム・ガビンは2月に M ネットの、ラブキャッチャーマイナス2に出演後、SMC&C と専属契約を結び、女優として活動する予定だと明らかにしていた。トップが所属する、ビッグバンは3月に YG エンターテインメントと再契約し、ファンの期待を高まっていた。